ブログ後編スタート。前編はすごい語っちゃったんで、後編から今日の Vlog スタート的な感じなんですけど、ちょっと筋トレしようとは思います。雨すごいからちょっとジムに行けなかったんで、今日は家でプッシュアップバーで胸筋を鍛えます。ちょっと狭いんだよな、こいつを。ちょっとテーブルをずらして、うん、よいしょ。広い家に引っ越したいね。広い家で猫ちゃんと彼女と一緒に住みたいな。そんな Vlog を届けできたらいいな、あいつが。よし、よし。よし。日々の筋トレはね、体もそうなんですがね、マインドも鍛えるっていう面でやっぱ筋トレ大事だなと思ってます。筋トレしてコーヒー飲むのはどうかと思うんだけどね。筋トレしたらプロテインを飲みます。腕立て今のをちょっとこう部位場所を変えて12回3セットをそれかける3、4セットやります。家だとね、負荷がちょっとかけづらいんですが、まあ、プッシュアップバーとか使ってちょっと強度上げてやるっていうのが私のポイントでございます。瞑想も最近取り入れてて、まあほんとね、ここ今瞑想っていう YouTube でね、10分瞑想とかあるんで、それでこう今のこの呼吸に意識を向けるっていうのをね、最近はやってます。筋トレした後瞑想もしよう。瞑想すごくね、気持ちが整理されていいんですよね。やったことない人はぜひやってみてください。よし、リセットに行くか。よし、今空気階段のラジオかけてます。ちょっとスタイリングをやっていこうと思います。短くしてからね、結構スタイリングいろいろ試してるんですが、今日はこのね、オーウェイのフローズングレイズっていうジェルとクイックグルーちょっと混ぜて使ってみたいと思います。この2つ、フローズングレイズだけでもいいんだけど、ちょっとジェルっぽさをもうちょっとマイルドにできたらと思って、クイックグルーとフローズングレイズをちょっと1対1でミックスしてみようと思います。まずはね、上げる感じに、なんか短めでね、下ろしてもいいんだけど、ちょっと可愛くなっちゃうんで、上げていきたいと思います。OK。で、短くする前に、細かめのスパイラルパーマをかけていって、まあ、それの後に切ったんで、ちょっとそのスパイランダムにかけたのが残っているような状況ですね。フローズングレイズ。フローズングレイズのがちょっと多めぐらいでいこうかな。2対1ぐらいで。こんぐらいっすね。見えるかしら。これをミックスしちゃいます。お、良さそうだな。でも全体にムラなくラフに崩してつける。香りがすげえスパイシー。あ、いい感じだね。フローズンにクイックグルーのちょっとマットなクリームの感じをミックスすることで、こんな感じの質感だ。初めてやったけどいい感じ。ちょっとこう
ラフな空気感をプラスしてあげるのがポイントっすね。いいんじゃないかな。こんな感じっす。あり。今日使ったのはフローズングレイズにクイックグルーを2対1でミックスしました。さて、ちょっとタンクトップなんでね。あ、空気階段のラジオがちょっとうるさかったんで、今日のスタイリングこんな感じっすね。ボケてる。ちょうどいい動きと束感が出せるんで、フローズングレイズにクイックグルーありだね。今日のコーディネートはこの去年もたくさん着ていたナイスネスのこのカディ半袖シャツでいこうと思います。パンツはもうベンタイルのナイスネスのパンツ合わせましたんで、普通にこれにサクッとこれ羽織って、まだめっちゃ雨降ってるんでね、これにゴアテックスのクラックスで行きたいと思います。行ってきます。今日のコーデはこんな感じです。暑いね、今日も。もうなんか梅雨っぽくなりましたね。梅雨入りです。めちゃくちゃ雨降ってます。久々めっちゃ雨降ってる。やんでほしいね。やむといいな。ゴアテックスのクラークスでも濡れちゃいそうです。着きました。ボーディッシュ。ここでちょっとリフレッシュしていきます。さあ、マッサージ終了です。ここからちょっと表参道のライカに藤原ひろしさんの写真展を見に行きたいと思います。参りましょう。さあ、今新宿なんで新宿三丁目から電車乗りたいと思います。雨がちょっと小降りになってきました。ラッキー。トップ買いきました。原宿に到着です。久々原宿来ました。馴染みの原宿っすね。12年ぐらい働いてたんでね、原宿で。行きます。なんかやってるね。よし、着いた。ライカ表参道店ですね。すごい綺麗ですね。行ってきます。ライカが出してるちょっとした写真集を買いました。いいお店でした。
この間行った箱根のポーラ美術館のフィリップ・パレーノ展のポスターが原宿にあって、可愛い写真というかポスターですね。イラコーラ、クラフトコーラの専門店ができました。いい感じっすね。さあ今ね、タツボッチと会う前にちょっと一回家帰って着替えてきました。アンセルムのデニム初おろしです。めちゃくちゃかっこいいんだよねこれ。まさにアートピースのような芸術品。そしてサンダルはモンベル。タツボッチです。お久しぶりです。久しぶりだね。元気？あ、元気です。元気ですか？今日はもんじゃ焼きをいただきます。いただきます。じゃあ、お疲れした。乾杯。やっぱジンジャーエールだよね。ジンジャーエールか。スーパードライ。アプレッセだよね。これアプレッセっすよ。買ったんだ。今の買いました。いいね。やっぱアプレッセ。え、初アプレッセ？最初パーツ買いました。あ、そうなんだ。軍艦2つ目、ありがとうございます。ガリガリさんめっちゃ買ってるっすね。プレッセでも、これデニムとシャツしか持ってない。デニム2本目です。この服で韓国行ったわ。ちょうどマジですか。これいつだ？年末？年末さんとるじゃないですか。食べた時にトロプルモンジャですね。カツオ節は。そば飯。バメ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 。じゃあ。アリーベデルチ。アリーベデルチ。ありがとうございました。さあ、ただいま帰りました。いや、今日はタツボッチと今度ね、韓国旅行に行くっていうミーティングをしてきました。で、プサンに行こうという話になりまして、7月の後半に
男二人旅していきたいと思います。いや今日行ったもんじゃ焼きうまかったな。そして今日も一日最高の一日でした。最高の一日を続ければ最高の人生がきっと訪れると信じてます。ということで今日はこの辺でおさらばということで、今日ね2部構成にして前編後編でね、前編はただ朝語るだけの動画だったんですが、後編はね、後編今日もあんまりライカのショップ行ったぐらいか、新宿でマッサージ受けてライカのショップ行って中目のもんじゃ食って、いやたまに食うもんじゃってうまくていいね。もんじゃ焼きは皆さん好きですか？僕は結構大好きで、昔からもんじゃはね好きですね。はい、ということで今日の Vlog はこれにて終幕ということで、毎日あっという間に過ぎてくね。一年なんてきっとあっという間なんだろうな。みんな楽しんでいこうぜ。ということでまた次回の Vlog でもお会いしましょう。それではアリーパワー。